ランダースワッカー、ランダースワッカー、ランダースワッカーは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の市場長である。この町は、マインドライエックの西側、オクゼンフルトとビュルツブルグの間に位置しており、フランケンワインの有名な産地である。この町は、公式には2つの地区からなる。ランダースワッカーは1123年に初めて名前を、 挙げて文献に記録されている。ただし、ランダースワッカー付近の状況に関しては、それよりもずっと以前の報告が残っている。779年10月14日付のビュルツブルグの所領報告書がそれである。この資料には、この付近でのブドウ栽培に関して記録されており、現在のランダースワッカーの町域で、ブドウ栽培が行われていることを示す、最も古い証拠となっている。 この記述に基づき、1979年に、ランダースワッカーは、ワインの町1200年祭を祝い、地元のサークルや、職場仲間のグループ、バンドがパレードを行った。ランダースワッカーは昔からこの名前で呼ばれていた、わけではなく、様々な変遷を経てこの名前になった。1219年 B 社ランダースアーチファー、1222年、ランドサッカー。 1244年ランドセイカー、1259年ランダーサッチハー、1369年ランサッカー、1377年ラザッカー、1440年以降になってランダーサッカーとなったという具合である。16世紀から17世紀にかけてこの町は、 宗教上二つのグループに分かれており、祝日は古い暦によるものとグレゴリオ歴による元の二回ずつ祝われていた。1451年にランダースワッカーは市場開催権を獲得した。この開催権に基づいて毎年10月にウオイチがこの町で開催されるようになった。ランダースワッカーはビュルツブルグ市教領の一部として1803年に、まず、 バイエルン大公領に世俗化された。その後、プレスブルクの和訳、1805年に基づいて、トスカーナ大公フェルディナンド3によって創設された、ビュルツブルグ大公国領に移されたが、1814年に、最終的に、バイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。 町長は2008年以降ディートマール・フォーゲルが務める。町議会は16人の議員と町長で構成される。2008年の選挙で、ランダースワッカーは、ビルツブルグ軍議会に3人の議員を送り込んだ。ランダースワッカーには17件以上の自家製ワインを飲ませる居酒屋がある。メンヒス豊富には、どう栽培資料室、魚老資料室、石膏博物館がある。これらは何、何 世紀にもわたってこの市場長の最も重要な産業分野である。特に石膏博物館には古い道具や歴史的な工具など具体的な展示がなされている。昔からの重要な経済分野はマイン渓谷の立地を生かしたドウ栽培と漁業であった。これに加えてランダースワッカーには多くの石灰岩採石場があった。 1950年代までこの地域は採石の盛んな地域であった。この地域の石材はランダースワッカーの彫刻材料としても定着した。多くの家には現在も古い刻印が刻まれているものがある。現代ではワイン作りと観光業がこの町の重要な経済分野である。ランダースワッカーはプレミアムワインウォルト最高のワイン彫と称しているが、 この称号は類を見ないほど高い密度で存在する最新設備の武道園や最高の地理的、気候的条件によって裏付けられている。ランダースワッカーは、ラジオのリスナーには、アウトバーン A3 号線のブューツブルク、ランダースワッカーインターチェンジで有名である。このインターチェンジは、ドイツで最も渋滞するアウトバーン区間の一つであり、 ラジオ交通情報で耳にする機会が多いためである。マイン橋の建造工事のため、その名前を聞く機会は2011年までは、さらに高くなるだろう。連邦道 B13 号線は、2002年のバイパス完成以降は、マイン側の橋と旧外区の間の自然景観と調和したコースを通って、ランダースワッカーの傍らを走り抜けていく。ランダースワッカーの高台で、 B13 号線からキッチンゲンへの修道が分岐している。ランダースワッカーは、ドイツで人気の高い広域自転車道の一つである、マイン渓谷自転車道に面している。2008年の夏に、ランダースワッカー付近のこの自転車道は、アドフック、ドイツ自転車協会から5つ星の一級自転車道に選ばれた。マイン渓谷自転車道からは、ガウバーンベック経由で、 ローテンブルクオップデアタウバーに至るタウバーフランケン自転車網に接続するランダースワッカーの脇を大きな航路であるマイン川が流れているランダースワッカー水門は水力発電により貴重な電力を生産している2007年末から挙動やバイパス水路の建設工事が始まり2008年7月7日に落成式が取り行われた楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。